毎回遅刻ですね。遅刻魔と予報が。そうか。もう来るみたいですか。はい。ニコナイツ。大丈夫ですか。最近ずっともう2、3週間ずっと風邪ひいてても毎日だるいだるだるでだるだるの中毎日仕事をしてます。もうだ頭はもう普段以上もう回らないし、喋る、一人でね、喋ることないんだ。あれ、コメントが全然、特に。お、ああ、誰か連れてきた。カオチさんが誰か多分連れてきた。誰か連れてきましたか。え、あれ、あ、来てない。何が、え、誰かまたゲストを連れてきたのか。イエーイ。あ、イエーイじゃない、まだやってない。いやいや、やってますよ。あ、やってる。はい、やってます。ほんと始まりましたね。どうお過ごしなんですか、あなたたち。まあ、ほんとねえ、やばいな、世の中になってきてる様子ですけど。今世の中やばいんですか。カオさん的には。何、やばいニュースない。やばいニュースあります。最近何が。最近はよくあんまね、ニュース見ない。オリンピック。オリンピック全く見てない。でも真央ちゃんが良くなかったって知ってました。ああ、1回目でしょ。はい。1回目が良くなかったっていうのは、なんかで見た。2回目が良かったんでしょ。はい、知らない。そこら辺はもうどこつけても騒いでるから、そういうのは垣間見る、はい、そういうのは見るけど。カオルさんが昔好きだったじゃあテレビ番組なんですか。昔好きだったのはもう下田歌劇。下田歌劇なんて番組やってねえだから。カオルさんのどっかのプロフィールに下田歌劇の朝までジンマシンで書いてある。あ、好きな映画はってやつ。あれ映画なんすか。いやいや、そんな映画ねえよ。あ、見れないんですか。勝手に作ったんだけど、なんだよ下田歌劇の朝までジンマシン。面白そうそんな、そんな映画あるわけないの。誰が見るの。俺しか見ないですよ。面白そうです。俺だったら5000円でも見てる。俺も見たいっすよ。そうだよ。いや、なんかそれは個人的に下田歌劇がツボだっていう。これツイッター、下田歌劇のツイッター行くよ。下田歌劇っていうだけでちょっと面白いじゃない。クスッと。カオルさんもあんな感じの。やめてくれ。おじいちゃんになってください。いや、全
俺一時期なんか歌舞伎町で下田歌劇の息子が働いてたらしくて、子供かなんか、あ、それってあなたって言われたから勝手な見た目のイメージで言われたから、あんなピチピチなタイツ履かねえの。あ、そんなピチピチのタイツ履いてたんですか。ピチピチのタイプやん。江頭張りに。いや、そう、え、知らないの、見たことある。いや、ありますけど、髪型がなんか派手だな。なんで急に下田歌劇の話だし。いや、テレ好きなテレビ番組はあるの。あ、でも、もう黄金時代というか、もう原テレ、元気が出るというか、ね、俺の時代の時は知らないでしょ。あんま知らない、ごっつい感じだった。ああ、それはもっと後だ、さすが若い。いや、もう元気が出るテレビ、あ、一番楽しみだった。全然ね、そう、その中で関係ない。いや、これ久しぶりな感じするの私だけですかね。ちょっとなんかゲストさんどうだったの。この間もちょっとね、あんまそんな記憶もないし、その前は何だったんだっけ。どん前行ったんですか。あー2週間、あ、来てないじゃん今日どん前。こっちから連絡しないと来ないの。もうなんか記憶がなくてね、あんま久しぶりな、こうやってまったりするの久しぶりな感じだよね。どん前伊藤ですか。どん前伊藤ね、来てくれって言ってたけど、こっちが連絡しないと来ないっぽいですね、この感じを見てる、うん、いいよあいつ。でもなかなかいいですよね、こう振ったことに対して全て拒まずにやってくれるっていうのね、これもすごいいいことだと思うんですよね。もう滑るとかね、分かっててもとりあえずやるっていうね。どんま伊藤さんのは先輩なんですよね。先輩なのかな。いや、一緒くらい芸歴、向こうのが長いだと思う。カルさん的には一緒だと思いたいんですよ。あ、長いって言ってた。聞いたら長かった。あ、長かった。じゃあ先輩ケン・スズキは芸人じゃないですかよく、まあ、ケン・スズキ覚えてる人がいます。あ、そっか、この間出たのか。前回いましたケン・スズキなんか喋ってたの。ここに座ってたじゃないですか。いや、座ってたのは分かる、座ってたのは分かる、なんか喋ったの。いや、あんま記憶ないですけど。じゃあちょっとあれ、どんま伊藤さんに押されたわけ、勢いよ。でもね、どんまい、いや、つったらこの間私初めてなんか、あ、この間そのどんまい伊藤さんがね、ユーストリームをその店でやって、なんか使い勝手が悪いとなった時に、ここの、ね、コメントで、いや、スマホでやるんだったらツイキャスがいいよと教えてもらったわけですね。で、ツイキャスやったんですよ、この間。ツイキャスって何ですか。ツイよく聞きます。そのスマホでやるニコ生みたいな。あ、スマホで見る、もうこれですぐできる。あ、ニコリですか。あ、そうです、うん、まあ、ニコ生も できるんだけども、え、まあ、もっと使い勝手がいい。すぐこうやって、だからよくみんなやってる、芸人の人が。もう車運転するときとか、こうやって置いて、ツイキャスって、まあ、あ、これからどこどこ行きますって、こうやってコメントが流れて。ね、ツイキャスいいですよね。そ
それで俺この間やったんですけども、まあちょっと僕のバーリタで、まあドンマイ伊藤もよ、もう僕が酔ってたんですかね、ちょっとドンマイ伊藤の G 行為をずっと撮ってたらアカウント停止されたよ本当にやってたんですか。1回目の放送で次の日いきなりアカウントロックされてたよ本当にやってたんですか。やってたっていうか、どう普段どうやってやってるかっていうのを撮ってたアカウントロックだもん。カオルさんのアカウントでやってたんですか。いやだからそれを俺のでやっちゃったんだよね試しだから。で別に観覧数もいないし、いや誰も見てないんだと。でまあ増えても1、2だから、いやまあいいやと思ったら、あれってツイキャスってもうすごいねいいシステムで、その撮ったのを勝手にまた動画で残しといてくれた。こっちの位置関係なく、それがもう1日温存されちゃって、その間に通報されたの。だ次の日見たらもうアカウントもロックされてた。であなたのやった行為やみたいな、もうわいせつわいせつわいせつ第何条わいせつってなって、ああもうどんまいとめあいつめえと思った。やですね、どんまいとおっさんがやりたいのにカオルさんも。いや違う、だからそのツイキャスっていうのを初めてやってみようと。でやってみた。どんだけ便利なもの。さあもうロックされた。もう使えないですか。復活できないですか。使えない。結構厳しくて、わざわざツイッターを違うアカウント作って、それからまたやろうとしたけど、何かが連鎖して。このアカウントはロックされてますよ。何かが連絡。と、すげえな。今作った新しいツイッターのアカウントもよくこれ俺だと分かったな。多分この端末が一緒だったのが悪かった。端末でねバレますよ、アドレス変える。だからこれを違う端末でやればよかった。カルさん何個持ってるんですか。いや何個ってそのタブレットとかでやればよかった。ロックされた。これがね一回でもまたそのねツイッターで作ったやつをこれに繋いだとことによって一緒だろうって思われたんだったら、また違うタブレットでやったら無駄だろう。もうできないかもしれない。いやそんなことは別にツイッターのアカウントはねいくらでも作れる。ただ一回それをね新しいのこっちでやっちゃったから、同じ端末ですね、あなたは停止させられてますって言われちゃったから、新しいの作るプラス違う端末でやんなきゃダメってことですね。まあちょっとめんどくさいけど、まあでもあれは便利でいいですね。厳しいですね。あれは便利ですげえいい。便利ですげえいいのに、俺はいちいちそのために違うタブレットを持ち歩かなきゃいけないっていうことで、言ったら不便。便利さを言う、なんか利用しようとしてるのに、結果不便。だったら違うなんかアプリあるんじゃない。違うアプリだったらニコ生のアプリでやった方がいいんじゃないかってなります。なんでツイキャス便利だからっつってツイキャスのために違うタブレット持ち歩く、それ不便だもん逆に。ね、おい、ほら、いやーあれでも前回はあー、G
十何日か。あれ？たくさんいました。7日前だから、18ん違うの。なんでそんな思い出したやつ。何日？いや、ルミネの前だったかな、後だったかな。何日だった？日曜日だから、あ、16日か。あ、そうだ、ルミネに出る前の日だったんですね、この間は。じゃ あれルミネって月曜日だった。そう、ルミネが月曜日だったから、ルミネに出る前の日だったんですよ。よくそんなになんな飲んだ、飲ませたな。そうなんです、ちょうどね、次の日がルミネだ。で、またね、後で言いますけど、25日も、あれ、あさってか。25日も、ルミネなんですよ。ルミネ、新宿ルミネ、新宿ルミネの吉本ですね。やっと、ここまで来れたという感じですね。この中、どんだけ都内、住んでる方がいるのかという感じです。エロキャスっていうのがあるんですか？え、ツイキャス以外にエロキャスっていうのがある？あるんだったらそっちのアカウントをやればよかったです。はい、けれども、それまたツイッターとつなげたことによっていろいろなことが、ね、あ、ツイキャスのモイ、モイは私もね、全然意味が分かんない。だからツイキャスやると勝手にモイって出るんです、ツイッターに。私もね、そのモイの意味が分かんないから、そのどういう文字をツイッターに出すか選べるの、書けるんですよ。すぐモイって消してやりましたから。意味が分かんない。何を流行らそうとしてんだって。流行んねえ、すぐ消してる。ツイキャス始まります、文章変えて やりますはや、もういいは流行んない、全然流行語大賞になんない、流行ろうそうとしてる感はすげえあります。ナウナウとかが流行ったから、もういいはね、芸人の方はね、意外と順調ですよ。ルミネですよ、だって。ルミネ在吉本に出させてもらえるなんて、これはね、結構、結構です。こんなまだ入って1年足らずですから。すごい、早いっすね。スピードで。ありがたいことですよ。ルミネは今月は25ですよね。あさってじゃないですか。まあでもまだこっからです。こっからそれでね、上位にいないとすぐルミネから降ろされてしまいます。そんぐらいもう今ギリルミネですから。だからじゃあ東京で見てくれてる人どんどん来てほしいですね。どんどん呼び込みたいです。ギリル本物ルミネっていうのは、ま、もっとここら辺にいますから、ギリルミネに食い込んだっていうラインだから、そりゃちょっとでもあればすぐピュッて思いますね。アンケートみたいな、そうですね、まあ、お客さん投票もありますし、いやでももうここに食い込めたってことはよっぽどねありがたいこと。あれなんで9人も丸したらあんま意味なくないですよ。3人くらいで十分、半分くらい丸してます。まあいろいろある。いやいやいや、ありがたい皆さんの、
外とね、キチガイネタが受ける時があるんですよ。次は何曜日ですか？次は明後日だから火曜日。土日はもっと有名な人がやってるんですよ。土日はそりゃもう有名な人がいる。もうルミネの中のこっちの人だ。テレビ組の人、ね、同じ劇場のこのギリに食い込んだだけの人。まだこっからって、こっからですよ、ね。皆さんがね、いや、そんななる前からニコ生見てたんやでってね、思えるぐらいにはなんとかね、すぐなりたいんですけど、まあすぐね、行ってみせます。真面目な話になりますけど、お真面目な話、真面目な話をね、多分ここでしたことはないですよね。今度一回ね、ちょっと真面目な話っていうのしてみたいと思います。だいぶ酔ってないとね、できない。だいたい酔っ払いって語るでしょ、うざいぐらい熱い話を。でそんぐらい酔ってないとできないっていうのはあります。いやでもね、それを後から見せさせられた時の恥ずかしさったら、こんなたまんないことはない。これはたまんない。今日はいやでもちょっと飲んでます。ちょっと飲んでるからこそ今ちょっとチラッと真面目が出た、うん、いやそうなんですよ。酔ってる時に言ってるのすげえ恥ずかしいと思う。今日はね、なんかね、六本木でですね、吉本芸人がアート作品をいろいろ出すっていうイベントに3日間出てたんですよ。私も出させてもらってて、まあこれはね、後々ちゃんと写真付きでね説明したいと思いますけど、まあなんかね、ワイルドな言ったら別に私ね、昔もワイルドではないですよ。常にタンクトップ着てますね、カオルさん。あれえ、ワイワイルドアピールなんじゃないですか。ワイルドじゃないよ。俺はカオルさんワイルドアピールしてるから、あのタンクトップの踏みでも、ね、ワイルドかワイルドじゃないから言ってんだよ。ワイルドアピールしてるってお前もっと下のことなんですよ。一番下のやつがやること。ワイルドだから似合うだろうみたいな。いや、ワイルドかワイルドじゃないから、ワイルドアピールしてますってお前一番底辺のことですよ。ワイルドではなかった。いや、本当に言いますけど、え、ワイルドじゃないの。いや、勝手に多分、まあ、ある意味ワイルドですね。その、やからのイメージでいるってことですよね、きっと。そういうことでしょ。ワイルドとやからをちょっとごっちゃにしてんじゃないですか。ワイルドさんはやから風ではある。ワイルドではない、うん、言ったらあんま喋んないですよね、そもそも。カイツくんなんて1日1回喋るぐらい。いや、俺の一方通行、俺がね、結構喋って、普段は。いや、カオルさんは、ああ、そうだ、ね、そんな感じです全く喋んない。よく、一方通行って
気づいてた。いやいや、そんなのあった。ずっと帰ってこないですからね。だから俺が伝えるべきことを伝えてる感じです。あ、一方通行だなって思ってたの。いや、まあそれでも聞いてるかもしれないから別に、まあ、無言でいると嫌なんですね、基本。音楽とかかかってないと。カオルさんは無音で無言だから、まあ、気まずいっていうか空気が重いですよね。だから喋ったり音楽つけたりして、なんか自分なりに軽くしよう。あ、ほんと喋んない代わりに音楽。そう、音楽は好きだし。まあそれはわかる。それはだって店営業中で無音だったら嫌だもん。普段でも俺音はな、お前何、じゃあお前客として見てるって。何急に咳込む。風邪ひいた。何図星。何が、客として見てる。俺を客として見てる。いやだって俺がお客さんいて店店内無音だったら困るもん。それと同じこと言ってる。いやいや別に、それを言ったら今咳込んだよ。いやいや風邪ひいてるんですよ普段。急に、うん、だって今まだ20分、25分何もなかったよ。急に今、急にとかじゃないっすよ。急に今咳込んでる。だったら1時間前も咳してる。それ1時間おきに咳するやつあんま風邪ひいてねえよ。今急に来るの。いやタイミングを良すぎでしょ。え、何でしたっけ。だから客として見てんのか。そんな気も全くないですけど、ただ無言とか無音があんま好きじゃないっていう感じ。それだけの話。いや、それはだってね、カオルさんは無音が好きなんですよ。俺は無音があんま好きじゃない。いや、無音が好きって言っても、だからそのお客さんがいたら無音は嫌だよ、逆に。だから音楽かける。俺お客さんいてもいなくても関係ないっすよ。音があった方がいいです。いなくても、はい、関係ない。それをだってカオルさんが喋んないから音かけるみたいに言うから、もう客として見られてるのかな。別にそういうつもりではないっすよ。うん、そんな人がいてなんかずっと何もない、しらっと音も何もない、嫌じゃん。うん、そうだね。俺あんま好きじゃないですか。一人だったらあんまりですよ。じゃあ一人で、お家でもね、一人でも音楽。いや、一人だったら別に音なくてもいいですよ。おい客として見てんじゃないか。そういうことだよ。別にカオルさんじゃん。俺だって一人だったら音なくてもいいの。なんか二人以上になると、ずっと無音だと嫌だ。別にカオルさんだったら別にいいですけど、音はあった方が面白い。会話聞こえない、うん、別にそんな深い意味はないですよ。何も考えてないと思う。いや、音かけるならいいんだけどね。爆音だから。いや、あれ別にクラブより音ちっちゃいですよ。いや、それはクラブに比べたらちっちゃい。何でもちっちゃい、そんなこと。あんな腹立つ。爆音レベルじゃないですよ。空気が重い。まあね、音楽をかけてるし、音楽が好きなの。どうしようかな。どうしようか。カオルさんのその作曲才能っていうのはすごいですね。ポンポン曲が浮かぶんですよ。ポンポン、ポンポン、ポンポン曲が浮かぶ。自分でするんですよ。ポンポン、ポンポンの、ポン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 。何か、なんかおか、普通にポンポンは曲が浮かぶ。あ、ポンポン浮かぶことって言うんですよ。ああ、曲が、そうだよ、曲、そうだね、ちょっとね、曲を優先的にやっていきたい。優先的って同時進行。ケン・スズキが言ってましたよ。なんか音楽が送られてきたけどパソコンでチェックマーク入れるの忘れて、もう一回送ってほしい。いや、この音楽
こで締め切ってきたいな。代々木公園でイッツストリートライブなんですよ。早くやりましょう。今日ね、やりたかったっすよ。いいね、やりたい。どうせね、あ、曲って言ったらあれ歌詞関係ないし、あんまね、歌詞も大事だけど歌詞より音が大事です。うん、メロディ。サングラスかい、え、これサングラス変えたの気づいた人すごいな。ライブに行ったサングラス変えた、あ、そっか、横で気づいたのか。これすごいですね、サングラス変えたの気づいた。もうね、これあげたいぐらいです、当てた人に。これをね、当たった人にプレゼント。だいぶね、なんかなんかのタレがついてる。丸くなってる、いつもより。今、あ、カイトが変なのですけど、これ小倉さんじゃないです。いや、これはじゃあ差し上げます。そうですね、言ったら私ね、今日っていうか、まあ、この3日間、六本木のね、六本木のどこでやってた？テレビ朝日で、あ、テレビ朝日、そのアート展みたいのをやってて、で、まあ、一人一人ブースがあるわけです。芸人の何々、芸人の誰々がこのブースで何々を売ってますよ。やっぱね、再確認させられた、させられましたね。やっぱこれがいると誰も近づかないんだな。ほんと再確認しましたね。近づいてこなかったですか？いや、誰も近づかない。で、俺がトイレ行ったりとか楽屋行ったり奥行って戻ろうとすると人がいるわけよ。で、また遠ざかる。まあ一応声かけて話すけども、その後声かけた後はまた俺座るじゃん。そうすると誰も来ないね。途中から、今日が最終日だったんですよ。最終日にしてやっぱ遠くにいた方がいいなってことで気づかされて、やっぱりそうなんだなって。普段ね、やっぱ夜の人としか会わないし、夜の人はもう知ってくれてるからあれだけど、まあ、最悪そのライブで会った人もネタを見てるから、あ、この人お笑い芸人だなってネタも見てるし、まあ、だからその後も、あ、芸人だからという感じで話してくれますけどね。あんなやっぱ何もなしに出会う人ってほんと近づいてこないんだなっていうのがね、すげえこの3日間ひしひしと伝わりましたね、うん、怖い言ってもサングラスかけてないですからね、その時は。このなんか、まあブースがあって、これ iPhone ケースを僕が作ったのを売ってて、で、こういうね、こういうまあ、ガチャガチャな気持ち悪いやつを作ってて、よくあるじゃない、その、お台場とか、どっか行くとちっちゃい店舗がさ、iPhone ケース飾って中でこうやって職人が作ってる、うん、だからその感じで私も中で作ってた。でもそれでもダメだ、ダメというかね、でも中に俺がいることがもうここの商品を誰も見ないってことになる。だいぶの iPhone ケースですか、これですか、うん、トカゲが絶対必要なんです。
トカゲついてるなんて何個かしかない。カイト作ってやろう。やってください。あ、作ってやろうか。本当。カムさんの iPhone5 16パーまでしか充電できないんですよ。作っちゃう。怖そう、やっぱり。一回ね。じゃあちょっとね、怖くない感じで CM ちゃんに行こうと思います。どんだけ怖くない感じで CM ちゃんに行けるかっていうのを、まあ、これからの課題ですから、言うから怖くないアピールをしていかなきゃいけない。ちょっと怖くない感じで CM ちゃんに行きたい。 CM ちゃん25ですよね。9時半から。遅いっすよね、9時半。まあね、まだちょっと遅い。カラルミネなんでね。よかったら連絡いただければ。チケット安いっすね、1500円そうだよ、ルミネにしたら安い。でまあだからそんだけしたってことだ。やっぱルミネの上の人は4500円とか、本公演の人はね、まだ安いレベルですから。いくらルミネと。でもね、でもなんかいいじゃないの、記念すべきね感じじゃないですか。だってこれニコ生も2年ぐらい経つんじゃないですか。もうすぐ1年は過ぎたでしょね。あ、1年過ぎたばっかぐらいか。ねえ、いい、なんかそっからなったらニコ生の株も上がりますよね。今日知らん。まあでもね、ビール5杯ぐらいは飲んでるんですけどね。でもただビールであんま酔わないなというちょっとありましたね。そういうところは、そういうところは
いや結構もうそんなやってるってまだ1年に2年未満よ。そんなやってるに入らない。1年未満2年未満でこの右肩上がりはこれですごい方だと思いますけどね、私、うん、止めのないからね。普通あここまでだなって上限が出てくるんですよ。右肩上がりね、うん、すごいですね。訪問者増える一方、普通もほんとここら辺でああまあなんかこれが限度だろうなみたいになるはずなんですけど、ね、それがまだ見えないってことは、これもうよっぽど最初何千人くらいだった。いや最初何千も行ってない、何百、三百、うん、今その三千、それがまた1年ね。人気のある番組だとどんくらいですか。いや人気のある番組言っても3000で全然人気ある番組ですよね。それを今これチャンネルでその人数を持ってるっていうね、もう本当にすごい野球成長ですよ。早いとこ株買っといた方がいいかも。他は5000 他は5000とか行くよって、その何ナイトチューブの中での違う番組は5000とか行くっていう、うるさいわ、うん、なんかちょっと需要ないみたいに言いますけど、それはね否めない、うん、それは否めない。なんでちょっとルミネで浮かれてる人を一旦ちょっと落としかける。うわこれこのコメントで今日日本酒飲む羽目になる。トロさん日本酒飲んで見たことないでしょ。このせいだもんな。このせいね。3000もっとじゃあ5000まで行きましょう。いや3000で多くてすごいですねって言ってるところ他は全部5000いってるよって言われて、それは今日日本酒飲むでしょ。他全部5000いってんすか。知らないよ、俺だって今なんかちょっとそれ知らされたよ。マジで他は5000いってんのに壊すの。知らない、俺もこの後調べるよ、うん、調べたら余計日本酒飲む羽目になる。それはね、向こうは人数がね、ホスクラだからね、そりゃね仕方ない部分。いいよ、そんなお前から言うフォローとかいらない。まさかね。え5000いってんの。まあ行くでしょうね、確かに。ナオキングとかだったらね6000、7000いってんのかもしれない。へえ、そうやって、ええ有頂天な人そんな落とすかね。俺もあんますぐ気にしない方だけど、こんなコメント1個でこんなつけ込むと思わなかった。リアルっぽいだろうね。他は1万いってるよとかだったら死ねってなってる。3000の5000って本当やん、マジのやつ。しかもなんかそれをさ今までニコ生スタッフも言ってこなかったっていう、なんかそれもなんか全部が同時に来てる。今日3000も行きましたよみたいな、3000もじゃねえじゃん実はみたいな感じになってくる。ただのなんか子供をあやしてる感じを受けてたのかなっていう。うわ一言で俺全ての人間を疑う感じになったの。5000でですね、やっぱ他は、うん、ね、こんなね、なんかこんなルミンね、こんなに浮かれてるバカな人、ね、しょうもないわ。
でも、カオルさんがイブ全盛期の時やってたら、他のところに勝ってたかもしれないですね。全盛期のところに。それこそ一番醜い話。全盛期の話をするやつほど醜いものはないから。目指していきましょうっていうのもちょっとね、フォローになってないですからね。目指しましょうみたいな。ね。こんなの何のフォローだよ。こんな何、終わり際20分15分で、ほろ酔いで来たのに。実験ね、実験したいですね。いやでも、ね、そんなことは、ね、毎回言ってるんですよ。あれこの間何するっつったんだっけ。ヘアアイロン料理をいろいろするってことになったんだよ。それやりましょうよ。ヘアアイロン料理。おお、5000ね。5000、もうね、5000にトラウマができたわ。5000という数字に。もう言ったら、その前の前の、そのドンマイ伊藤がユーストリームやって観覧者3人だったから、いや、ここ来たら3000人ですよって、それでちょっと有頂天になってたわ。3からに比べての3000でちょっと有頂天になったら、それ5000出されたら、それはもうなんだよとか、ちょっと、ね、ちょっとドンマイとの3を尻目に3000でう、なんか鼻高々になってた。いや3ね、3っていうのを見たからこそ、あ、こんなに3000人いるってことはすごいことなんだなっていう思い知った、近々の話でね。このね、もうね、あれ5000 NG コメントにしてやろうか。5000という数字を、5000という数字をね、打てなくしてやろうか。あなたたちのそのキーボードで打ってるのか。いや、それで急に NG コメントですって出てきたら、マジでやったみたいな、マジで俺が指図したみたいな。タイミングおかしいでしょ。NG コメント続き、俺が本当に指図したみたいになったよ。別にそこまで気にしてない。本当にさ、分かんない。カオルさん、数字気にする派ですか？いや、気にしないよ。ホストは、気にしそうっすね。え？ホスト的に数字。いや、ホスト、それはもう現役の時は気にするでしょ、そんな。勝ち負け決まるんだ。うんだったら今だって気にするわ。勝ち負けで言ったら気にするわ。数字というか勝ち負けを気にするってことね。誰がライバル？いや、ライバルとかはない。誰に負けたくなかったんですか？それはでも人それぞれ。こいつに負けるのかというの。あ、この人ならしょうがないっていうのはいろいろあるね。うん、人気とかね、まあまあめったないけど、面白いと思ったらまあ面白いなと、ね、だからね、まあでも勝ち負けこだわらない。ダメ人間。勝ち負けだけ、お店もまたそんな関係ないですね。お店はまああればいいか。
店で勝ち負けたらキリがない。シシャモ？ああ、ヘアアイロンでシシャモね。いや、絶対ね、そのヘアアイロンに卵こびりつくでしょ。さすがに、人のだからね。寝てんの？すごいな。カオルさんの1時間その喋るのはすごいと思いますよ。寝てたでしょ。寝てないですけど、具合は悪いし、よく1時間から喋り続けられます、ね、どういう頭してるんですか。そういうのってコメント読んでね、喋ってる。だからもう会話してんの一緒だからね。もうあれ誰にサングラスをあげるって言ったんだっけさ。あ、サングラスの違いが分かる人もね、あのさ、このサングラスをね、あげようかな。CM ちゃん。レッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。またこれからライブだけどもね、 30% こういう類いね。でも結構フランスからのどうこれ、これでこれをね、じゃあ、あ、うまっ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。ね、あ、全然やっぱ5000は NG コメントじゃなかったの。打って試すの、ね、やめてください。本当に NG かどうか試そうとしてる人たち、5000ね、やらしいな。本当かね、本当かなみたいな、ね、試すね、やらしい話だ。やらしいハメ可愛い。まあでもね、このままこうこのニコナイトが急上昇していけば、自動的にこの私の番組も5000いくのは別に時間の問題ですからね、うん、波に乗ってこうっていう。いや、だってこのニコナイトというチャンネル全体が上がっていくわけだから、その波に乗っかろうって思います。いや、乗っかるっていうか必然的にこれも上がっていくっていう。だから別にね、なんともないし、5000はそんなね、5連発ぐらいされたところで、別にその2ヶ月後の話ですから、ね、カルさん、初期最初からいる人メンバーです。最初からいる人が途中から入ってきた5000より3000だみたいな言い方やめる。そんな言い方はしないです。でもね、もうそうです。まあその時はね、他は9000、1万かもしれないですけど、まあ別に私は5000、その1ヶ月後、2ヶ月後、もう自動的にオートマチックでどんどん上がっていくっていうことですからね。まあそれは、まあ、ニコナイツ様々ですけど、ね。まあでもそのうちこうルミネ効果でね、なんとかしたいですけどね。それぐらいね、やっぱルミネの力はすごいです。やっぱね、そのどこ
お笑いやってるんですか、え、吉本ですかみたいな、普通みんな言うでしょ。で、吉本じゃない時も辛かった。お笑いやってるんです、あ、吉本ですか、もうその一択しかないのかし、みんな言うでしょ。それを晴れて、まあちょっと、あ、吉本です言えるようになった。で、その後何が出るかって、あ、じゃあルミネ吉本とか、いや、違くてっていうね、なんかね、それがすごいある。それをやっと、もう全てのその返しに言えるようになったという、これはね、でかい。あ、僕お笑いやってます、え、ルミ、吉本ですか、あ、一応吉本でピンやってます、あ、じゃあルミネ吉本ですか、あ、はいはい、よくご存知でという言えるレベルまで来たというね、やっと否定しなくて済むな。じゃあ、あとはテレビっすね。そう、早くテレビ出てる。いや、まあ確かにその後まだあったわ、テレビでその後あったわえ、じゃあテレビとか、うん、あるな、それだわ。そうですね、まああと司会やってもらいたいですもん、もう一段階ですね。まあこのルミネからなんとか行きたいと思いますね。2月25日、これね、適当になんか蘭陵さんまで検索するか何か調べて連絡いただければね。まあじゃあまた来週ですね。またでもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、腹くだり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。